ギャレス・バリーはイングランド出身の元サッカー選手。元イングランド代表。ポジションはミッドフィールダー、ディフェンダー。プレミアリーグ設立後では歴代最多試合出場記録を持つ。元チームメイトであるガレス・サウスゲートと共に旧ウェンブリー・スタジアムでの最後のクラブの試合、代表の試合の両方に出場している選手である。クラブの試合は 2000年の FA カップ決勝の対、チェルシー FC 戦、代表の試合は、ワールドカップ予選の対ドイツ代表戦である。両試合とも0から1で敗れている。ヘイスティングスにあるウィリアム・パーカースポーツカレッジに入学。U-16 サッカーイングランド、代表キャプテンとして活躍し、ブライトンのユースから、マイケル・スタンディングと共に、1997年に16歳で、 アストンビラ FC に加入し、クラブと練習生契約を結んだ。その当時は、スタンディングの方が有望な選手であると思われていた。U-18 の代表でもキャプテンを務め、アストンビラ FC でもキャプテンを務めていた。学生時代には、ラグビーなどの他のスポーツもこなした。1998年5月2日のタイ。 シェフィールドウェンズデーンがアストンビラでのデビュー戦であったが、ポジションはセンターバックであった。バリーは非常にユーティリティ性の高い選手で、左サイドバック、左サイドハーフへと活躍の幅を広げ、主にセンターハーフとして出場し、イングランド代表としても主力として活躍した。PK キッカーも務めていた。 2005年4月2日の対入滑するユナイテッド戦の最中に起こったリー・ボーヤーとキーロン・ダイヤーの喧嘩の際には仲裁に入った。2007年10月28日のタイ・ボルトン・ワン・ダラーズ FC 戦ではフランク・ランパードが保持していた記録を更新し最年少でリーグ戦300試合出場を達成した選手となった。また2008年9月18日に行われた UEFA カップの対リテックスロベチ戦で、アストンビラでの公式戦、通算400試合出場を達成し、クラブに最も長く所属している選手となった。2008年5月、リバプール FC が獲得に興味を示したが、リバプールが提示したオファーを、アストンビラはいずれも拒否した。2008年6月29日には、バリーは、契約は2年残っているが、紙面上で、 クラブは僕に残ってほしいと言ってくれているけど、監督からはここ数週間何の連絡もないと、マーティン・オニール監督を批判し、チャンピオンズリーグに出場するためにもリバプールに移籍したいと希望を語った。それに対しオニールは、オーナーであるランディラーナーは選手に、クラブで出場し続けたいと思える。たくさんのインセンティブを与えていると答えている。その後も、両クラブの交渉は続いたが、 アストンビラの設定している遺跡金1800万ポンドをリバプールが提示することはなく、アストンビラは7月末にバリーはアストンビラに残ると残留を明言した。2009年6月2日、1200万ポンドの遺跡金でマンチェスターシティ FC へ遺跡5年間の契約を結んだ。2013年9月2日、エバートン FC へのレンタル遺跡が決定。 2014年12月26日に行われたストークシティ FC 戦でイエローカードを受け、プレミアリーグ設立後の通算警告記録で単独首位に立ったのと同時に、プレミアリーグで初めてイエローカードを100枚受けた選手となった。2017年8月15日、ウエストブロムウィッチアルビオン FC へ1年契約で移籍することが発表された。 9月25日のアーセナル FC 戦で通算633試合出場となり、ライアン・ギグスの持つプレミアリーグ最多出場記録を更新した。イングランド代表でのバリー u ・ u -21 のイングランド代表としてのデビューは、1998年のタイ・チェコ戦であり27キャップを記録している。このキャップ数は、スコット・カーソン、ジェームズ・ミルナーに次ぐ記録となっている。 A 代表に初めて選出されたのは、ケビン・キーガンが監督を務めていた時で、ジェイソン・ウィルコックスの負傷により、ユーロ2000のメンバーにも選出されるが、出場機会はなかった。初めてメンバーに選出されたのは、2000年5月31日の対ウクライナ戦であり、初めて先発出場したのは、9月2日の対フランス戦である。その後は、2003年の対南アフリカ戦。 セルビア・モンテネグロ戦、スロバキア戦まで招集されなかった。2007年2月7日の対スペイン戦の後半からスティーブン・ジェラードと交代で後半から出場し4年振りの出場を果たした。5月27日には B 代表として対アルバニア戦の3-1の勝利に貢献している。故障中の応援ハーグリーブスに代わり、9月2日の対イスラエル戦では、 センターハーフとしてジェラードと中盤を構成し、高い評価を得た。9月12日のロシア戦でハーグリーブスが良い、パフォーマンスを発揮できなかったこともあり、バリーは、レギュラーとして、センターハーフのポジションを確保するに至った。ユーロ2008予選の対エストニア戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍を見せ、ファビオ・カ・ペットが監督になって、最初の試合である2008年2月6日の対、 スイス戦のメンバーにも選出された。代表での初ゴールは6月1日の対トリニダード・トバゴ戦であり、後半からはキャプテンを務めた。2009年6月6日のワールドカップ予選のカザフスタン戦では代表で自身2ゴール目を記録して勝利に貢献した。ワールドカップには2010フィーファワールドカップで初出場を果たし、グループリーグのスロベニア戦、アルジェリア戦、 決勝トーナメント1回戦のドイツ戦の計算試合に出場した。国際 A マッチ53試合3得点アストンビラマンチェスターシティーエバートン。幼馴染みのルイーズと2007年の夏に結婚し、息子のオスカーと娘のフレアの2人の子供を授かっている。ABC、36歳 MF、バリー、プレミア歴代最多633試合出場。アーセナルも祝福。 サッカーキング。2018年2月25日閲覧。バリーの時代がやってきた。東本康治のプレミアムコラム。ハット入荷するゼロの3アストンビラハットボルトン。1から1アストンビラハットガレスバリー。プレイヤープロフィール。ハットバリーアンダーバルドバイリバプールハットビラボス。オープンズトークスウィズバリーハットバリーリターンズツービラ。トレーニング。ハットガレスバリー。 I want to join Liverpool.My mind is made u p h a t b v a l l y returns to Villa Training.Hattman City Snap u p England、ace. b a r r y 4 12ポンドメートル .Ingland a c e b a r r y in 12ポンド MCT i y Switch h a t a b b a r r y p r e m i e r League 初の Yellow 通算100枚 .Goal.com.2018 年2月25日閲覧。アルビオンサイン .Gaddis Valley Hatt Middleman v a l l y Back In. ビジネスアンダーザニューレジーム、ハット BBC プンディッツオン、イングランドハットトリニダードトバゴゼロの3、イングランドハット、イングランドカザフスタンに解消し6連勝、W ハイ予選。フランス通信社。2018年2月25日閲覧。バリー SSO グナットヒーズ MR ノーバディー、ハットオール、I want for Christmas is, エートルフィアット。 ビラアワーチケット2ワールドカップ。ありがとうございます。